を殴って吹っ飛んだ野菜の民クラフト、パート14です。面白い。人気沸騰中のナイスなギャグから始まりましたけれども。気をつけて。前回はですね、オーコラそこの茶色い服。またしても逃げられたのよ。とまあこんな具合で、前回からゴーレムトラップの建築を頑張っているのです。で今回ですが、残り7機に村人を詰め込み、生産効率を調べたら、外周を整えようかな、と思っております。この農家は運搬不能か。もうダメそうですし、潔く新しいのを連れてきましょう。二度と太陽は拝めないぞ。一方、夜はゾンビの配達時間。前回はカットしてしまって恐縮ですが、しっかり名前をつけて、デスポーンも防いでおります。なお、ゾンビ捕獲のチャンスは、屋外だと8分間だけ。意外と短く、一晩に誘導できるのは、せいぜい3、4体が限界。屋根を置いて、ゾンビを保存、備蓄するほどでもなく、結局ちまちま輸送して、1時間くらいかかりましたとさ。で、順調すぎて、想定外の問題も一つ。なんなの？ゴーレムが湧きすぎて、処理が追いついていないようです。というか横幅にマスしか掘っていないって、これを作ったのは相当なおバカさんですね。改善の必要がある。こんなしょうもないミスしてたら、更迭されそう、更迭なだけに。あ？笑顔より真顔が増えてそう。ともかく、ゴーレム詰まりを解消しないことには、正確な計測ができません。一旦穴を塞いで、ゴーレム生産を止めておきましょう。処理層は、横幅4マスなら通りそう。ついでに、マグマブレードの拡張も。どうも2マスの溶岩では、ゴーレム十数体をさばききれないようですね。しかしこれなら、同時に5、6体は溶かせて、最大効率を拝めるというわけです。そうだな。誘拐なだけに、拝めると、とか言うと、また真顔が増えそうなのでやめておきます。変わった魔法はよそでやって。じゃゴーレムさん方、ちゃんとインゴットになれるかどうか、確かめてきてくだされ。意外と当たり判定大きいっすね。こちらとしても、穏便に済ませたいところ。かなり難しいですね。ブロックを2段も下にしたのは大失態でした。すごいわ。インベントリに見えている、水バケツを使うとか。そういう知恵がある人は、そもそもこんな状況になっていないのでございます。やったぜ。かなり腕力がいるわ。ゴーレムは巨体なのですから。こんなにみっちり穴を塞がなくても、と反省。あ、すみません、ちょっと。鋼鉄だ。自分でもわざとじゃないかと、思えるくらいのガバガバプレイでした。難易度がハードコアじゃないせいで、緊張感がまるでありません。多少の慢心は、お許しください。以後気をつけなさい。左腕どころか、全身触んなって感じでしたが、ゴーレムの処理は、うまいこと改善できました。この中央ラインは、ガラス張りにする予定なので、見栄えを意識して、聖地で余った石の有効活用をば、ところどころにランタンを仕込んで、夜でも流しゴーレムを見られるよう、配慮しております。それじゃ、いざ生産力チェック。計測はきっちり1時間。5分計測を12倍とかだと、誤差が大きいですからね。もちろん。一応、参考記録として、直近2シリーズの、ゴーレムトラップはこんな感じ。8機体制に揃えて考えると、いずれも1600前後といったところ。はい、計測終了。結果は、過去シリーズの約 1.5 倍。2400弱の、鉄を獲得できました。すごいな。一機あたりの効率が、一気に上がっているようですね。むしろラージチェスト一つだと、2時間かからず埋まってしまうので、ダイヤモンドチェストを置いて、すっきりまとめておきたいと思います。ということで、受け皿を少しコンパクトにしました。トラップドアでせき止めると、だいたいスッキリしてくれて便利ですね。あ、このアイテム詰まりは、ホッパーのせいではなくて。工事の時、うっかり下に水をこぼして、トラップが止まっていたのが原因です。渋滞が終われば、ホッパー一つで捌けるはずなので、ご安心ください。面倒は避けろよ、同族。ダイヤチェストの下には、加工用の作業台を仕込み、
隣にはポピー用に、アイアンチェストを用意しました。そうは言っても、すでにポピーの量がえらいことになっているので、この保存用チェストも、いずれダイヤチェストにできれば、と思います。怠けないでよ。はい。豚は裏でぶったたくとして、トラップ部分は、これで完成でございます。次は、いわゆるインフラ整備、通路作りをしていきます。何気なく使っている、レッドストーンの塊。これも実は、底をつき始めております。そうね。なので、聖職者の交易所を作り、そろそろ数を揃えようかなと。ソロプレイで大変ですけど。身を刺すような風が吹いてくる。はいはいって流されそうな、ハイレベルなユーモアで申し訳ありません。はい。とりあえずはメインの、十字路整備。こうしてみると、村人のお住まいが、際立って飛び出ている気がします。つまり、凹凸バランスで言うと、凸が強すぎる、ということですね。このアンバランスを解消するのは簡単で。凸をもう一個作ればいい、です。どうかしてるんじゃない？ということで、このトラップエリア全体を、ぐるっと囲うような、壁を作れば全て解決。ただ、以前敷いた道と、若干のズレも生じてしまうため、外周の通路の幅は、4マスから6マスへと、ますます増えます。何事もないな。城壁作りは、あまり経験がなくてですね。石を使っておけばいいでしょ、くらいには舐めています。すべて石レンガ、でも味気ないと思い、滑らかな石も混ぜてみたり。さてさて、外周の張り替えが終わりました。うん、石レンガに、滑らか石の組み合わせは、なかなか好ましい。そうでしょ。城壁の高さについては、村人の目線より、少し上くらいがいいでしょうか。具体的には、床から5段目、ここが2階の床になりますね。で、内側の柱は、トラップの角を伸ばす感じで。床の側面は、逆さ階段を貼り付けていますが、ここもゴーレムのスポーン範囲ですので、階段なり、ハーフブロックなりで阻止しておきましょう。今回は、背中合わせスタイルで、城壁のデコボコを表現。鉄が大量にあるので、金床も悪くはないですけれど。今後作る城壁、すべてで金床を受けるか、と言われれば微妙なところ。拠点全体の、雰囲気を維持するためにも、持続可能なデザインを、大事にしたいものです。維持なだけに、維持が大事ってね。あ？いじりやすいダジャレで爆笑を誘いつつ、建築は次の工程へ。一マスのクソ雑魚柱では、少々頼りなく、接着部分だけ、フルブロックを増やしてみたり、多分このくらいで、十分立派に見えるはず。建築の規模が大きいほど、装飾も大雑把でいい、と私は思っております。当てましょうか？当てなくていいです。さて、とてもシンプルながら、城壁を建ててみましたけれど、これなら村人ボックスの飛び出た感じが若干和らいだのではないでしょうか。一つ気になるのは城壁の凹凸が多すぎることでしょうか。このあたりもただの好みでどちらがいいとかはありません。変えてみていまいちならまた元に戻すだけのお話です。よくわかりませんね。先ほどのバージョンがこちらですが。さっぱりわからない。まあ、建築コスト的には、今の方が楽でいいです。仕上げに、カステラみたいな十字路に、彩りを増やしておきますぞ。通行者の利便性を台無しにするように、観賞用のバラを植えまして。味気ない道には、余った苔のカーペット。草ブロックよりも、やや落ち着いた緑色で、バイオームに左右されず、色が安定しているのが強みですね。そんなこんなで、脳筋式ゴーレムトラップ、完成でございます。城壁、というより、ただの歩道橋と言えなくもないですが、いずれにせよ、インフラとしては問題なく、あえて日陰から、明るいゴーレムトラップを眺めるというのも、おつなものでございます。そうだな。さりげなく、一部階段の置き忘れとかもありますが、気づいた分は、裏で修正いたします。今まで日当たりを重要視してきましたが、こういう日陰というのも、悪くはないものですね。たまーにですが、猫ちゃんもスポーンしてきます。
一応、猫ちゃんのサイズなら、溶岩処理槽に落ちても、溶岩に触れないのでセーフ。無事にデスポーンするので、残酷なことにはならずに済みます。ふむ、ついに拠点の最先端が、隣の島まであと一歩。この製鉄所を起点に、今後は石レンガのインフラで、開拓していきたいのですが。いかんせん、滑らかな石が全く足りておりません。自宅でちまちま焼いてはいるものの、供給ペースは今一つでして。次回はそういう、焼き物系ブロックの、量産エリアを作り始めたいなぁ、と。何が必要だ？まずは燃料確保として、竹の自動栽培あたりから、始めてみたいと思います。どこにどれだけ作るかは、未定未定ですけども。やめろ！といったところで、今回はここまで。ご視聴、ありがとうございました。